日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ミーマートのピリ辛肉味噌ビビンバ、凍ったまま食べるパイコロネ、さらに同じく凍ったまま食べる白桃のタルト、さらにこちらのパンやピザポテト風パン、カスタードホイップロール、紅茶カノルケーキ、チョコホイップロール、八天堂コラボチョコレートクリームパンを食べたいと、あともう一つ今レンジかけてるんですけど、オムライスあるのでそちらを食べていきたいと思います。なんだろう、ファミマのスイーツはおなじみですけど、こういうご飯物とかは久しぶりな気がしますね。おお、まずペリペリとビビンバをめくってみると、おお、ほかほかしてあったかそう。しかも野菜も結構入ってるし美味しそうですね。やっぱり辛いのかな。おっと、今なりましたが先に食べちゃいますね。ビビンバいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。今日はいろいろ食べさせてもらいましたよ。うわ、最初に刺激が来たなと思ったら、次は少し爽やかな酸味が感じられて、さらには爽やかは続くけどピザポテトとは違うかな、ちょっと甘めで、クリームはさっぱりという商品もいきますし、やっぱりコラボは違うな。チョコクリームが本当に濃厚なパンもあります。でさらに食べ進めていくと、わ、冷やして食べるわだったけど、冷凍して食べる、凍らせたまま食べるわ、首をうなずけます。首を縦に振ってうなずけますね。そうだけど一番美味しかったのは、この後すぐに詳細を解説します。ごちそうさまでした。最初に食べたこちらのピリ辛肉味噌ビビンバはちょっとペラペラでめくられちゃって見せづらいですけど、わー、口の中に入れた瞬間に、辛い、確かにピリッと辛いんですけど、そこまでわーってなるような辛さじゃなくて、こう食欲をプツンツンとつついてくるようなちょうどいい辛さで美味しくいただきました。野菜やお肉の味も結構ご飯に染み込んでます、うん、染めましたね。で次に食べたこちらのラケルのオムライスは、ちょっとレンジかけすぎたら熱々ってなっちゃって、途中でちょっと先にこちらのコロネとタルトの方で冷やすためになりましたが、トマトの酸味がケチャップからしっかり香って、卵もふわっとした食感がしっかり残っていましたよ。でそのオムライスの熱さ感を冷ますために食べたこちらのパイコロ、凍らせたまま食べるパイコロネと白桃のタルト、なんか冷やして食べるっていうのは今までありましたけど、凍らせて食べるっていうのは初めてですね。パイコロネも白桃のタルトも凍っているので少し歯ごたえがあって、噛んだ瞬間にクリームのさっぱりとした、桃の甘酸っぱさがシュワッと口の中に広がってきました。冷やして食べるはちょっとやる意味あるかなと思う部分も多かったのですが、凍らせて食べるは本当に意味がありましたね。でその次、こちらのピザポテトみたいなパン、やっぱりピザポテトはじゃがいも、こちらパンなので食感は違う。ピザポテトはパリッパリッという心地よい音が聞こえてきますが、こちらはしっとり生地で美味しいんですけど、ピザポテトとは違うかなと思いました。まああくまで見たいですからね。でさらにその次、こちらのホイップチョコロール、チョコレートも結構甘さは控えめで、だからといって苦味が強いわけではなく、さっぱりとした甘さのホイップクリームが口の中にふわっと広げてくるのを邪魔しませんでした。ただチョコレートはもうちょっと前に出てもよかったかな。はい、その次、こちらのツイストカスタード、ほんのり甘さがあるイーストドーナツツイストの生地にはまっているカスタードクリームとホイップクリーム、どちらもクリームのコクが出ていましたが、とにかくやっぱりホイップの方が量が多い分味も強かったですね。ホイップがお好きなのであれば食べてほしい。でその次のこちらの八天堂カスタードクリームコラボは、いや、カスタードクリームコラボじゃない、カスクリ、八天堂コラボカスタードクリーム、チョコカスタードクリームパンは、いや、一回で余裕、結構甘めのチョコレートが口の中で軽い食感口当たりとして広がっています。さすが八天堂さんというところだったのですが、なんだろうな、チョコレートはもうちょっと苦めでも良かったかもしれないですね。クリームが結構強いので、
そ甘い一辺倒になってるような気がします。そして最後に食べたこちらの生カルネケーキ、外側の生地はカリッとしてほんのり歯ごたえがあり、中の紅茶クリームは甘ったるくなくさっぱりとして美味しくいただきました。なんかさっぱりっていうのも美味しい、生クリームが入っているカヌレというのもやっぱり美味しい、ほんといいものですねと思います。というわけで今回の中だとこちら最後に食べたこちらの生カヌレケーキ、生カヌレケーキが外側のカリッとした食感、もっちりとした生地、そしてさっぱりとした紅茶クリーム、どれも一番美味しかったので代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。